フィリップ・ド・ブルボンは、フランス・ブルボン朝の貴族、軍人。ブルボンン屋最後のバンドウム公で、マルタ騎士団の騎士でもあった。バンドウム公ルイ2世とロールマンシーニの次男で、バンドウム公ルイ・ジョゼフ・ド・ブルボンの弟、プリンツ・オイゲンは、母方の重帝に当たる。1669年、叔父のボーフォール公フランソワと共に、オスマン帝国から、クレタ島のカンディア防衛に向かったが、 おじが戦死した後は、兄と共に、おばのマリアアンナ・マンチーニに養育された。フランス軍に入隊して、兄と共に従軍しながら、昇進を重ね、大同盟戦争では1690年のフルールスの戦い、1692年のステンケルケの戦い、1693年のマルサリーアの戦いに参戦した。スペイン継承戦争で、 フランス軍を率いる立場に置かれたが、1705年のカッサーノの戦いで、プリンツオイゲンのオーストリア軍に苦戦、兄の救援により、戦線を立て直したが、戦後兄の部下に降格、スペイン領ネーデルラントに転任した兄の下で、引き続き戦ったが、昇格することはなかった。1712年に、兄が死ぬと、バンドーム行為を継いだが、1727年、独身で、 このないまま死去。ブルボンバン家は断絶、バンドーム行為も消滅したが、後に、バンドーム行為は、フランス王類16世の弟のプロヴァンス博類に受け継がれていった。ありがとうございます。